月回転 ASM 関西か始まりました、スーパーニューニューの古谷稲谷です。こちらちょっと近畿月大好き芸人としてやっております。1000人達成ありがとうございました。無事1000人来まして、そこから本来はねもっとポンポン動画をアップしていかなきゃいけないんですけど、ほっとしてゆっくりしてました。すいません。でそんなゆっくりしてる間に剛さんがねインスタグラムでめちゃくちゃ同じような写真をアップしてて始めたんですよね。始めてから今4枚ぐらい上がってんのかな。でね、でもよく見るとね眉毛がどんどん太くなってっていうねお笑いをやってましてね、まさに天竺ネズミさんイズムを感じるんですけども、ちょっともし興味のある方はね剛さんのインスタグラム見てください。ということで今回はですねこちら剛くんの2のこちらの内容よりですねサマースノーの、裏エピソード、を語りたいと思います。サマースノーの役作りについてね中井さんに相談してた裏エピソードになります。今までトゥーハート君といた未来のために青の時代ととうとうドラマ主演を演じてきてはいるんですけども、今まで大先輩がいらっしゃったんですよね。そのトゥーハートには赤井秀和さん、君といた未来のためには佐野史郎さん、青の時代では川上隆也さんねがいらっしゃったんで、まあ主演といってもその大先輩がいらっしゃることでちょっとねプレッシャーが軽減されてた部分があるみたいだったんですけど、サマースノーに関しては今回主演でしかも周りが全員年下ということで、広末さんとか今井翼くんですね、あと池垣千鶴ちゃんとかですね家族のお兄さん役の役柄だったので、今回その先輩がいらっしゃらない分本当の主役ということで、いろいろな現場の、ね、主役いろいろ責任も持たなきゃいけないということで、どういう気持ちでね挑んだらいいのかなというのをね考えていたらしいんですよ。そしたらそんな時にですねとあるスタジオで中井さんにねパッタリ会ってそう相談したらしいんですよ。中井くんはねもう本当兄弟のような、スマップさんとキンキは兄弟のようなね関係性なので、で中でも中井さんはね結構面倒見のよくキンキ2人を面倒見てあげてた間柄だったので、もう兄弟のような関係ですね。で当時中井くんはですね伝説の教師松本さんとねやってるドラマの最中だったので、ちょうどまあドラマに関しての相談もね先輩ということでいろいろ乗ってもらったらしいんですよ。そしたらなんかどんな心持ちでやったらなんか今回いいんでしょうかねみたいな感じで言ったら、まあ一つ屋根の下のドラマありましたよね、江口さん役のあんちゃんみたいなのはどうみたいなこと言われて、でもまあちょっとねサマースノーって TBS なんですけど、もし記者会見とかでね今回どんな役柄なんですかって言われた時に、一つ屋根の下のあんちゃんみたいな役柄でね、フジテレビなんですよね一つ屋根の下がね、だからちょっとそれはねちょっと他局のドラマのその役柄をなんかイメージしてますっていうのはちょっとあんまりいいイメージじゃないんじゃないかというので、他局の番組は答えにくいんですよねみたいな感じで、じゃあどうしようかみたいな思ってる時に、中井さんがこれはどうつってトラさんだよ、風天の寅さんはいいんじゃないかっつってね、そしたら男はつらいよの寅さんですかみたいな、まあ確かにね妹思いなところもあるけど、でもまあちょっとねいろんな女性とこう道すがらのキャラクターもあるので、これはどうなんだろうと思って思ってたらしいんですよ剛さんも。まあ夏をサマースの見た方はわかるかもしれないですけど、まあ寅さんでは確かにない雰囲気の役柄だなってサマースノーのね、いやいやちょっとね違うかなとは思ったんですけど、まあでも一応その中井さんにいただいたアドバイスだったんで、でなんかその記者会見とかでも今回はどんな役柄なんです、今回のドラマはどんな役柄なんですかとかって聞かれた時もですね、まあ寅さんをイメージしてみたいなことを答えたらしいんです。でまあいろいろ収録の現場でもその寅さんをイメージして役柄に挑んだら意外とこうまんざらでもない感じでしっくりきたらしいんですよね。
で記者会見でも、まあ、その中井さん の, あの、ね、記者会見 の, この受けの取り方素晴らしいじゃないですか。なんかそんな感じで中井さんに教えてもらった通りに答えたら記者会見でもハハハハみたいな感じになったらしいんですよ。それで、あ、やっぱさすがすごいなみたいな、中井さん先輩 の, あのアドバイス、なんか最初はそうも思わなかったけど、こうやってね実際にあの出してみると、なんかいやさすが先輩だなって思うようなことになったらしいんですね。それでドラマ一発目オンエア放送後に中井さんからこう電話がかかってきて、わーと思って、まさにあの相談乗ってもらってたからその電話かなと思って、で、あ、見たよドラマ見たよっつって、え、本当ですかみたいな、どうでした、中井さんがアドバイスくれた寅さんをイメージしてやったんですけどって言ったら、え、寅さんって言って、え、あれ寅さんだったのみたいなこと言われて、いや、てっきり難波ちゃんだと思ってたんですけど、難波ちゃんっていうのはね、あの当時伝説の教師 の, あの松本さんの役名なんですけども、そのなんかそれだと思ってたらしくて、もう中井さんの中ではこう寅さんっていいアドバイスしたことがもう全て記憶になくなってたらしくて、でなんかもう言い回しとかね、こう間の取り方とかも全部あれ難波ちゃんイメージしてんじゃねえかってツッコミを入れようと思って電話したんだよみたいな感じで、もう全然ね、剛さんがね、そう中井さんからいただいたアドバイスだからもうこれを守ってと思ったらね、当の本人はね全然もう記憶になかったっていう話だったんですね。いやー面白いですね。まあでもね、ちょっとねこうそういう2人の、信頼関係とかがね分かるエピソードでした。ということで、もしねまたサマースノーを見返す機会があったら、で当時の剛さんは寅さんをイメージしてあのやってるということでそこを思いながら見ても面白いかなと思いますので、ぜひ見てください。ということで、今後もこういろいろ裏エピソードだったり、あと近畿の情報ですね、上げていきたいと思いますので、高評価チャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。